デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッパシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。さっす、はい、よし。いや、まだ半分もいってないからまだ半分もいってない6本目なんですけどね。まだ6本目時間もね、なんだ結構もう4時半になっちゃった。さっき、暗くなってきたね。結構一本一本がね、長いビシッとこうやってますから。いや、常にビシッとやってるから、この時間になるんで、もう常にもう5秒で終わってもいいんじゃないかって、たまにこう、バシャッとやっていきますから、はい、やりましょう、じゃあやっていきましょうか。長いですからね、ちょっとね、ご質問もね、はい、ということで、このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から3ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回はクロロロホルムさんからの投稿、2人に聞きたいということで、ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。最近模型パドックさんのチャンネルを知って質問コーナーに送ろうと思い送りました。でも、もしかしたら質問コーナーの質問としては変わってると思います。はい、自分はサバゲーで遊ぶことや銃の見た目や動き、過去ブローバックが好きなのですが、恥ずかしながら調べるまで中身の構造には無知で、なんとなくモーターが回ってギアを返してピストンが動いてる程度しか思ってなくて、調べた感想がメカボというか、ピストンって無理してるなぁと思いました。自分はピストンやギアと聞くと最初に浮かぶのが車等のエンジンで、次にエアガンを浮かびます。それで車のエンジンみたいにしてバネを使わないでコンロットにして、ピストンの往復自体をギアとモーターでやればいいんじゃないかって思ったり、でもそれだとピストンやコンロットやギアに負担がかかって壊れやすかったり、そもそも銃のサイズに収まらなかったりして、なんだかんだ今の機構が妥当なのかなって思ったりします。それでもし新たなメカボを作るとしたら、どのような構造がいいと思いますか。それとも今までの構造で妥当なのですかね。専門家の意見が聞きたいです。推進。最近このようなことを、寝る前に考えていると気づいたら寝落ちして朝になっています。はい、はい、まあ、でも結構考え方としては、会長とか親便がふざけて言ってた内容が、現実的に考えるとこういうことになるのかなっていうふうに思って、エンジンガン作ろうぜって言ってたようなことを2人は言ってたんですよね。まあ、バカげな話なんですけど、排気ガスを利用して、こうその排気ガスでビビナを飛ばすっていう、ブルンブルンってこう爆発したガスの力を利用して、まあ、マフラーから出るところにビビナを飛ばすような仕組みにすれば、スロットルを開けると回転数が上がってブルルってすごい勢いで飛ぶじゃないかみたいなことを、自分がまだまだ入社しちゃってる時にこう、会長の目はマジでした。親ピンの目は、できるわけねえだろバカ野郎みたいな目でしたっていう記憶があるぐらい、本当にそういうコンロット式とか、あのなんかね、ピストンの動きとか爆発させるとかいろいろあるんですけども、いかんせんですね、やっぱ大掛かりになるのと、燃料を使ったりすることによったりと、あと電気でコンロットで制御する、なんかいろいろとまたまた難しくなりそうなので、今の現段階では結構最適解されてると思うんですよね、今のピストンの動きとかギア。ただこれが次進化するとどうなるかというと、あくまでも予想ですけども、今その電磁弁的なものを使ってギアレスにして、ピストンを電磁弁でこうですね、こうパチンって開くよって、それで解放してエアを出すみたいな、こう電気的にね、ギアモーターを使わないやつとかが開発されてたりするのも画像では見ますし、どん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 パーツが減っていくのと、そのリニア式の電磁弁みたいなのが、
できてくるかもしれないですよね。そうするとパーツ点数減って故障する箇所も減りますし、電気での制御にだけになりますので、もう制御されたらそれ以上いじれないように固定されてしまえばよかったり、故障する箇所も少ないから安定するかもねなんていう可能性はあるんですけども、あくまでも現段階ではまだ実用までのところは見てないので、そういうのが開発されてるよっていうところです。でそれが最適解かどうかはやっぱりこれは販売してみないとわからないんですよね。使い方がサバイバルゲームに耐えられるのか、あるいは家打ちまでだったらいいけどフロートの連射していくとなんかうまくこのタイミングが合わなかったりとか、あとはパワーの問題が簡単にこう調整できてしまったらダメじゃないかとかっていろいろあると思うので、ただでもそういう技術っていうのは常に今も開発はされているし、海外だったらそういう縛りが少ないのでもう開発をさっさと終わらせてて、あとは実用どうする、どうやって下ろすっていう段階かもしれないですけど、あくまでも分からないのでそれは現実で見てないんですけど、今はそっちの方に移行するのもちょっと楽しみだなと僕は思ってます。で、今あるアナログの限界、あとは電子トリガーを入れたり制御するというのもですね、どん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 耐久性の部分と無茶っていう部分ね、バランスを折り合いをつけてやっていってるので、ここが限界ってことはないと思うので、人間技術をね開発していけばどんどんすごいものも出ますし、強いて言うならばあの逆に僕らが感動したのは GAW さんの対応とかがですねすごくいいんですよ。ジェフトロンさんとかのやってたりするリヴァイアさんのすごい対応良くて、よくこう考察を言ってくれたのとか、あとはキヨさんですね、 SFA のキヨさんなんかもすごくこうここがこういう理由だよねっていうのをすごいそうやってこう明らかにしてくれる人たちもいっぱいいるので、そういう人たちから情報をもらって、誤解なきようにこうお客さんのもとに伝えられればいいんですけど、皆さんも培ってきた、なんだろう、こう技術あると思うので、一概にね否定されたらもちろん腹が立ったりもしますし、だからそういうやり方もあるんだっていういろんな可能性が残ってるよっていうのだけ知っておけばいいですし、今のメカボックスの状態のやつ、それこそコンロットとかを返してちょっとサイズは大きくなっちゃうけど耐久性に特化したメカ、あとは電磁弁の新しい可能性があったりっていうのもあるので、いろんなパターンがあるから最適解っていうのはパーツ点数が少なくて、趣味として遊べるのが自分は一番いいんじゃないかなと、ユーザーさんもちょっといじれるぐらいが、ホビーとしても成り立つんじゃないかなと思うので、完璧すぎるものはあんまり俺としては欲しくはないかな、ちょっといじれるぐらい、遊びの部分が、まさに遊びがあるのがぐらいが面白いじゃないの、っていう話ね。自分の理想のメカボックス、だからもう決め、もうみんな決められた動きっていうのは面白くないから、ちょっと違うのがあってもいいじゃないか、そのギミックが面白いとか、ガスブローバックにしても実銃にしても何でもそうですけども、それぞれの考え方が生かされた構造で動くわけだから、みんながみんなガバメントだったら面白くないし、ルガー P08 とかね、ああいうのはシャクトリムシとか面白い構造だったりするから違って面白いんじゃないかなと、うん、私は思いますけど、どうでしょうかね。時代とともにね、やっぱ技術も進化していきますんで、ね、今後もっとなんかその安価ですごくいいものが出るかもしれないし、今のね価格ではちょっと実用的じゃないよねっていうものも将来的には分かんないですからね、うん、そっちの方が効率的にも値段もいいっていう話になればそっちに変わっていくかもしれないので、まあ、これは皆さんがねやっぱりそういう、まあ、会社にいる人とか、うん、メーカーさんとかが、まあ、一番は考えてもらえれば早いんでしょうけど、でもユーザーさんでも考えてこんなのどうかな、あんなのどうかなっていろいろ話に出るのは今後にねつながると思うんで、ね、明るい未来になるんじゃないかなと、うん、そっちの方がもう完成してると思って開発をやめちゃったら永遠に進化しないけど、まだ足りないまだ足りないってやっていくと面白いものがまだできるんじゃないかなと思うし、ね、急にねじゃあリニアガンだって持ってこられても分かんないですよ ね、 僕らもね、うん、まずデメさんの目をリニアで飛ばしてみようとかそういう風に実験してって、うん、まず金属じゃないのよこれ、反発の力とか使えないのよ、いやもうだからね東京名古屋間なんか、ね、30分ぐらいで目玉ポン、ね、
しかも目は飛んでっても誰の役にも立たないのよ。よし、これでいける。やったったですよ、実験なだけで。しかも俺は片目がどっか行っちゃうわけだから。いや、ちょっと遅れて体もこう、いや、粉々になるから生身でそれ追っかけてったら、デミさん行きますよって、うんうん、カタパルトじゃん、まずそれ。そんなに行かないから。デミさん、ヘルメット一応かぶります。ヘルメットじゃ効かねえよ、な、粉々になるわ俺。じゃあちょっとプロテクターもつけて。プロテクターとか問題じゃない、バラバラになっちゃう。手広げないで、危ないから。違う違う、乗せるなよ、そういうのに。危ないって分かってんじゃん。あとジャンプとかしないで、ね、途中でもしかしたらこうバーンって行っちゃうかもしれないからね。ダメだよ、もうもう終わるよ。もうね、うん、はい、なんでまあ今後に期待ということで、はい、ね、デメさんのリニア実験、はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。